はいはい、ちょっと久しぶりです、今週から妊娠8ヶ月目に入りました。やっと妊娠後期ですね、ついにって感じで、前回いっぱいしっかりと体重を怒られたので、先週怒られた週、一生懸命頑張ってウォーキングと食事やって、1週間で 1.5 キロぐらい、5日間でかな、月火水木金土6日間で 1.5 キロぐらい落ちました。それで日月と旅行に行って、見事にその 1.5 キロ振り出しに戻りましたで、それからまた1週間、次の週、続けてウォーキングと食事制限やったんですけど、誕生日と、夫家族のお食事会とかがあって、なかなか減らせなかったんですけど、ちょっと頑張って前回の体重より 1.3 キロぐらいかな、落とせました。で、先生、前回の方と違って、なんかやっぱり先生によってね、全然言ってもらうことが違って、このまま今の体重で最後までキープできればいいですよって言われました。で、前回の先生はあと3キロか、できれば5キロぐらい落としてもらいたいみたいなことを言われたんですけど、今回の先生はね、 1.3 キロぐらいしか落としてないけど、もうこのままキープできればいいですって言われました。でもまあね落とした方がいいとは思うので、頑張りたいと思います。どっちみちキープするにしても、赤ちゃんはどんどんまだ大きくなるので、ダイエットはねしなきゃいけないので、頑張ります。で、最近お腹が大きくなったからかな、張るっていう感覚がすごいよく分かって、張りやすいっていうのがどのくらいの程度で言うのかわからないんですけど、結構ね、急に起きてなんかやったりとか、なんかすぐカチカチになったりするんです。で、もう3分ぐらいかな、もうかからずしてすぐ柔らかくなる落ち着くんですよ。で、それを先生に相談したら、針止めもらってきました。こういうの、これを朝晩2回2週間分出してもらいました。で、なんかそうやってね、すぐ治るのは別に問題ないのかなと思ってたんですけど、貼ってすぐ収まって、貼ってすぐ収まってが頻繁だと、そっちの方が良くないって言われました。なんか貼るならちょっと長い間貼って、もうしばらく貼らないとかのがまだいいって言われて、ちょっと心配になったので。でも、その先生曰く1時間に5回ぐらいって言ったかな、そうやって貼って収まってのこのサイクルがあると危ないって言われたけど、そこまではないんです。でも結構1日何回だろう、結構何回かあります。で、歩ってる時も、ウォーキングしてる時も、おへそが突っ張る感じがたまにするので、そういう時はしっかり止まって、休んで収まってからまた歩こうと思いますで、今回エコー写真でもうもろ正面だったんですよそしたらエコー写真もらって帰ってきたんですけど、なんか鼻がでかい超鼻がでかいの心配、大丈夫かなで、8ヶ月でしょ。で、32週の9ヶ月検診の時にまた 4D の予約を取ってきました。その時にね、どんな顔してるかしっかり見えたら嬉しいです。それと今日、妊娠200日目残り80日になりました。本当あっという間ですね。あと80日
お腹にいてくれるのをちょっと楽しみながら頑張りたいと思います。ではまた。バイバーイ。